どうも中井です。今日のお弁当は、白米が、180g で、おからの炒め物とひじきの煮物、この2つは僕が作ってます。あとは実家のおかんが、お弁当の脇に入れやって送ってきてくれた、豆、煮豆が2種類とお味噌汁です。お味噌汁の豆腐は実は冷凍ができます。冷凍保存してやると絹豆腐は、湯葉みたいになります。で、木綿豆腐は高野豆腐みたいになります。ぜひお試しください。